こんにちは、クリンです。今日はですね、ちょっとさっき収録したんですけど、ちょっといまいちな出来だったので撮り直します。DJI マイクのちょっとボリューム調整をやりたくてですね、ご紹介したいと思います。で、ここにですね、トランスミッター兼レコーダーですねが、2つありまして、これが1つ目で、これ2つ目なんですけど、でトランスミッター兼レコーダーでして、これ単体で収録できるんですね。でキャンプとかで撮ってるんですけど、ただボリュームがすごい小さくてですね、でボリューム調整しないとなと思ってたんですけど、面倒くさくてやってなかったんですね。でそれがこのレシーバーが必要でして、ボリュームはこっちから設定するんですけども、でこれをですね、ちょっとやり方をご紹介したいと思います。で今、さっきすでに設定したんですけど、こういう感じでボリュームがいい感じに出てまして、プラス12で赤丸が、これがあれですね、プラス12デシベルに設定してるんですけど、で赤丸ってことはこのトランスミッター単体でレックできてると、レシーバー必要としないんですけど本来は。で、TX2 レックってことで今レックします。でこれ TX1 っていうのがもう一つのトランスミッターなんですけども、で上から下にこうやるとこう出てきます。でこれがモノラルで収録できてると、いう感じですね。でこれにすると安全チャンネルっていうことで、セーフティーのレックができますね。ただこれどこにファイルあるんだろう、ちょっと未だによく分かってないんですけど、あれか LR で、多分 R がマイナス6デシベルとかになるんですかね。ちょっと一回これでやってみますね。で音割れした時に R が使えるってことですね、多分。でこれがステレオとモノラル安全チャンネル、一応安全チャンネルにしといて、でレシーバーの原因はここの原因なので、これカメラ側の話ですね。で音量がこれヘッドホンアウトの音量で、ここに返ってきてる音量が変わります。でこれですね、トランスミッター設定ってところが結局この設定なんですけど、まずローカットが今オンになってますね。オフにするとこういう感じで、オンにするとこういう感じ、100Hz か 60Hz 以下ぐらいがカットされてると思うんですけど、でトランスミッターゲイン、ここでボリュームを変えます。でこれもともとというかデフォルトで、0デシベルになってるので、こういう風になってると思うんですけど、これだとかなり音量小さいんですよね。こういう感じで、ボリューム的にはこう出てる気がするんですけど、実際取り込んでみるとすごい小さいので、これもっと上げてみます。でこれで12デシベル上げておきます。こうした方が後で編集しやすいというか、適切に音量拾えてるので、で他にもいろいろあるんですけど、これはスルーして、結局ここですね、これで今いい感じに音量来てますね。で普段、このレシーバーもヘッドホンも使わずに、こういう感じで喋るので、これだけオンにして話すという感じですかね。アウトドアでもキャンプでもすごい便利に使えるというマイクですね。でこれそんな安くないマイクですし、ただ音質は割と良くて、
でデザインもすごく良くて機能もいいですし、カメラにつないで、カメラ内部で収録できたり、あとマイク2つあるのでインタビューとかでですね使えたりしますね。はい、というわけでちょっと今日はこれまた音声編集してみてアップしてみたいと思います。おしゃおしゃ。Connection never lasts. No, I'm stalling. The past hurts less if it burns. So I'm all in your mind. Can't read me if the door's closed. Door's closed. Door's closed. You need some time to.